ずいぶんと時間がかかりましたね。記憶の数はそう多くありませんし、案内人をわざわざ手配したのに、どうしてそんなに時間がかかってるんですかね。おや？驚いてます？すみません、サプライズでもと思いまして。まあ少しやりすぎたみたいですが。あなたは誰ですか？どうしてみんなそう聞くんでしょうね。私はあなたたちの委員長ですよ。同じ姿じゃありませんか。くそ、どいつもこいつも。確かにあんたは委員長そっくりだけど、委員長はこんなことしない。そんなの結局は慣れの問題だよ。ほら、彼女たちはあなたの方がいいみたいですし、あなたから説明してあげてください。余計なことは言わないように。あっ、キアナ、ブローニャさん、元気でしたか？委員長。余計なことは言わないようにと言ったでしょ。公平に競うんですから、不正は許しませんよ。ほら、私たちの正体を教えてあげればいいんです。私は、キアナと共にいたあの都政の羽で、彼女は、オットーに殺された負荷です。微妙に違う気がしますけど。まあいいでしょ。委員長に何をしたの？まったく、何ですか？ブローニャは、あなたを信じません。なぜです？あなたの企みには何か裏があると、ブローニャはそう思います。どうして偽りの退去山を作ったんですか？どうしてブローニャたちに、委員長の思い出を見せたんですか？それに、どうしてあのお姉さんの姿で、ブローニャたちを騙したのです？一つ、退去山は偽りではありません。あなたたちの意識に合わせて少し修正を加えただけです。二つ、あなたたちに私のことを理解して欲しかったからです。昔の私は無口で他人に多くを語りませんでした。その結果、多くの過ちを犯しました。だから私は反省し、正直で言おうと思ったのです。過去の失敗、過ち、固執、全部あなたたちに見せるようにしました。そうすれば、公正な審判を下してくれると思ったからです。審判？そして三つ目。わかりませんか？演出のためですよ。私自ら案内していたら、せっかくの物語もオチが分かってしまうでしょ？ちょうど私の頭の中に封印された人がいました。原因は覚えていませんが、彼女は完全な記憶と人格がありました。あなたは間違ってます。だから使いました。できるだけ彼女に自由を与えました。これが演出です。あなたたちも見抜けなかったでしょ？でも、なんで？ブローニャたちをこのように貶めた目的は、一体何ですか？貶める？いつ貶めましたか？あなたたちは傷つきましたか？危険な目に遭いましたか？すべては私の手のひらの上であり、問題が起こる可能性なんて微塵もありませんでした。なのに、あなたたちは敵意を私に向けるんですね。
惑わされないでください、キアナ。彼女はブローニャたちと一緒です。うん。それに私たちは、委員長を取り返さないと。え？私と戦うつもりですか？いいでしょう。拳で話し合いましょう。軽く手ほどきしてあげます。おとなしく位置につきました。へえ、不完全な律者なんだ。なるほど。力を抑えて自分が制御できる範囲で戦っていると。よくできてるね、キアナ。ほら、崩壊に負けないようにしないと。ベルトがコアをあなたに渡したんですね。はあ、自分と同じ惨めな人生をあなたにまで歩ませるとは。このコアは手放した方がいいですよ、ブローニャさん。半人前の律者が手を組んだところで、結果はこんなものです。まあ、あなたたちが弱いのではなく、私が強すぎるせいです。隙が全くない。都政の羽の力すら使ってないのにこのざまですか。キアナ、ブローニャさん、これが私の実力です。わかりましたか。どうすれば。静かに、私です。彼女はこの状況を喜ぶあまり、まだ私には気づいていません。キアナ、ブローニャさん、よく聞いてください。やっぱりそうだったんだ。あの力の源はホーク。もう終わりですか？それが賢明です。あなたたちとは話がしたかっただけですし。彼女の体は私のものです。私の記憶に律者人格が混じったせいで、彼女は自分のことを私だと思い込んでいます。ん？何をしてるんです？キアナ、委員長と対策を練ってください。ブローニャが時間を稼ぐ。重装ウサギ、ライドオン。まだやるんですか？それで、キアナはおしまい？キアナの方が賢かったみたいですね。いいでしょう。票が割れるのは嫌ですし、審判に二人は多いと思っていたんです。それに、あなたのことはよく知らないですからね。せいぜいそのバイクで満足いく。
よく聞いて、キアナ。ブローニャさんでもそう多くの時間は稼げない。もし相手が戦いに飽きたら、すぐに私の存在に気づくはず。彼女は私の全盛期だった頃の力だけでなく、律者の力も持っている。力だけで勝てるような相手じゃない。この状況を打破するには何か作戦が必要だ。どうすればいいの？彼女を疑えばいい。疑う？彼女は自分が何者であるか疑っている。そして自分こそが本物の負荷であると信じ、けど実際は生まれたばかりの子供なの。彼女には善意と理性があり、まだ崩壊に全てを飲み込まれてはいない。自分が本物ではないと理解した時、彼女は自分の正体を理解する。そして彼女は動揺し、律者の蓄積の一瞬の隙こそが私たちに残された唯一のチャンスだ。でも彼女を壊すことが目的じゃない。気をつけて、キアナ。彼女を崩壊の深淵へと落としてはいけない。あとは任せました。任せました？おかしい。ブローニャさんは頑固者め。そう邪険にしないでください。へえ、いたんですね。もちろんです。うっかりあなたのことを忘れていました。まさか逃げてたんですか？逃げていませんよね。私の考えすぎですよね。ずっとここにいたじゃないですか。ならいいです。ありがとう、キアナ。私のこと信じ、気を失ってる。油断したからさ。第一律者の力はそう簡単に制御できるものじゃない。あの男たちがどうなったか知ってるでしょ？ほら、あなたがいれば十分なんだから。簡単な話なんだ。私と彼女、お互いの意見が衝突してるから、どっちが本物の負荷だと思う？本物の委員長は律者に抑え込まれてる。生きること、あれは委員長の体を乗っ取った律者。まだ崩壊に操られてない。委員長を助けるには突きつけて、直感で判断してみて。この強くて勇敢で理性のある負荷が本物？それ私は。どうして彼女を選ぶの？不公平だと思う。世の中公平なことばかりじゃない。で、あなたは何が不公平だというの？どちらが本物か判断してほしいって言われたけど、あんたのことは何も知らない。委員長の過去をたくさん見せて、自分は生まれ変わったって言ってたけど、あんたのことを知ったわけじゃない。私が知ったのは、あんたが退去山で罠を仕掛けて、私とブローニャちゃんを貶めたことだけ。そんな状況で、公平な判断を下せるわけない。確かに言う通りだ。彼女を選ぶものだと思ってた。
先入観というものは何よりも厄介だし。うん、キアナの言う通り、これは私が悪い。先に自己紹介すべきだった。少なくとも、私とあの頑固者の違いを知ってもらわないと。起きてください。寝すぎですよ。あなたは？私はあなたの井戸です。最も原始的でありのままのあなたです。ちゃんと思い出して、あなたは。ここはあなたが律者として目覚めた場所。過去の私との違いを見せるには、あなたに体験してもらうのが一番いいからね。そうでしょ？ほら、過去の私はオットーに惑わされ、彼の代わりに悪いことをたくさんしてきた。理由は、助けてくれた恩と火種計画への執着心。でもよくよく考えたら、火種計画って本当にそんな大事なものだった？いや、そんなことはない。人類を自由に成長させることが必ずしも悪い結果につながるとは限らない。困難があればそれを克服する。人類はそうやって成長してきた。そうでしょ？火種助けてくれた恩に関しては、別に彼の助けがなくても対処ができた。何か言いたいことがあったら言ってくれていいですよ。ちょうどキアナもここにいますし、補足したければご自由にどうぞ。過去の話はもうやめましょう。でも、あなたは過去に生きてる人なんでしょ？過去の私は未来、希望、勝利のために他人の計画を執行してきました。理由も結果も問わずにね。この道を歩けと言われたらそれに従い、考えることをメイ博士やオットーに丸投げした。でも思考を放棄するということがどういう意味だか分かります？それは責任から逃げてるんです。ですが私は逃げません。今回の復活をきっかけに私はいろいろと考えました。今の私はあの男の言いなりになったりしません。リタ、彼女は天命の忠実なしもべです。信じられます？技術が進んだ今でも彼女は毎日誰かのために選択や、今もその正体がわからない。彼女には本当に自分の心があるんでしょうか？オットーの周りにいる人間にはそういう節があります。考えることをやめているんです。位置につきました。敵に優しくすることは自分の首を絞めること。昔の私。
どう？互いの差は一目瞭然でしょ。でも委員長は私たちを守るためにリタと…それは変わり身が早いだけのこと。私は違う。私は常に周りのことを考えてから叩く。それに過去の私には悪い癖がある。何をするにしても迷う。解放すると決めたのになぜ最初に捕まえるのか。私ならそんなことしない。これが何をするにしても私は最後まで貫く。決して自分の選択に。本当に？当然、人は自分の選択に責任を持つ。私は過去と同じ。じゃああの時あんたがあの場にいたら、うん、何があったかは知ってるんでしょう。第二律者の意識が私を打ち破った。あの時の私は世界にとって最大の脅威だった。あんただったらどう対応したの？これ以上ない返しだ、ギアナ。この人の性格なら多分。ええ、私なら迷わずあなたを殺すでしょう。もちろんあの時の私は今よりもずっと弱かった。しかし第二律者は完全な状態ではなかったし、全力。キアナ、責めないでほしい。あなたが意識を取り戻せたのは奇跡に等しい。次は同じ結果になるとは限らない。律者に優しくしたことで支払った代償を。人類が律者の力を制御できるようになるとは思わないの？律者になってしまったらもう排除する以外にない。愛で律者に勝つ。オットーもそう言っていた。けど私は信じない。いや、信じないんじゃなくて、わからない。わからないんだ。とにかく、私ならその場で全力で律者を倒すことを選ぶはず。危ない橋は渡れない。渡りたくない。わかった。それで私を倒した後、あんたはどうするの？倒した後？その後、オットーという過ちの根源を消す。大したことはない。彼は所詮メイ博士の道具に過ぎない。メイ博士の足元にも及ばない。そんな奴が世界を手玉に取り、何年も私を欺いてきた。彼なんて別に大したことないんだ。そうか、そうだった。彼は都政の羽の模造品を作り出せるんだった。国番主め。私が作った元凶なのに、リアルを追求するあまり、奴にしてやられるなんて。おっと、このくせに。委員長がやったの？残された力は微々たるものだから、私にできるのはこれくらい。
キアナ、うまくいってる。これでもう最後でしょうね。みんな、準備できたよ。どう、キアナ、これでいいでしょ。あんたの強さはもう十分理解したよ。何か含みがある言い方みたいだけど。うん。だって、それは敵として、戦士としてのあんただから。研究室で、私は委員長と一緒に過ごした。委員長の優しいところをたくさん知ってる。あの時、委員長は体を失って、力もあまり残されていなかったけど、それでも私を助けようと手を貸してくれた。もしあんただったら、どうしてた？もちろん私もできるだけあなたを助けるよ。でも、体のない自分を想像するのは難しい。今の私はこんなにも強い。そんなことはもう二度と起こらないから、安心していいよ。その光景を再現しましょうか。また出てきましたか。無視して話を進めてたのにいきなり話に入ってくるなんて。まあいいでしょう。力を貸してあげますから再現してみてください。ここは？上条製薬、ヨルムンガンドの隠れ蓑である医療機関です。私とキアナはとある情報を手に入れるため、ここに潜入しようとしました。はっ！潜入ですか？大得意ですよ。都政の羽の力を使えば誰にも気づかれず自由に行動できますからね。さあ、キアナ、やってみよう。なんだこいつ、人間じゃない。力が効かない。あんたのせいで気づかれた。大したことない。全部倒せばいい。潜入とはつまり誰にも知られないこと。だったらみんな、こんなの大したことない。いっちゃう。ヨルムンガンドの雑魚と戦うのは別に初めてじゃない。すでにケジャッカルとかいうやつもここにいたんでしょ。彼女を出してみたら。彼女のことだって私全然相手にならない。準備できたよ。あの時の委員長はかなり力が弱ってた。ごめん。そうしたかったのは山々だったけど、弱いふりをするのは苦手で。弱者の気持ちがあんたには理解できないの？そういうわけじゃなく、そもそも私は弱者になることを望んでない。そういったところがあんたと彼女の一番の違いかもね。うん、
そうだろうね。過去の私は強い力を持っているにもかかわらず弱者だった。でも今の私は違う。邪魔者が誰であろうとも、私はそいつを排除する。欲しいものは必ず手に入れるし、思い通りにことが進まなければ、私の思い通りに変えてみせる。力を持ってるから使うの？私の知ってる委員長は、スカは、弱者の気持ちを理解できる強者だった。だから、私は彼女じゃないと言ったでしょ。私と彼女、どちらがより優れているのか考えてほしい。あんたは不可じゃないって、そう言いたいの。私は、不可だ。でも、私は変わった。どうしてあなたたちは過去にすがる？私の何がいけない？彼女が何かを成した？何もできてない。何をしても失敗、失敗ばかりだった。私なら成功する。それが何だろうとも。オットーを殺せる。ケビンにも勝てる。どうして新しい私を受け入れてくれないの？それは、確かにあんたは委員長よりも優秀で、強くて、敵にだって勝てる。過去の委員長よりも、すごいかもしれない。そうでしょ？けど、それは私たちの委員長じゃない。相手を間違えてるよ。あんたの目の前にいる私たちは、あんたが軽蔑する、あの不可と日々を共にしてきた。彼女がどんな人だろうと関係ない。どんな人になろうとも関係ない。私たちが好きなのは、あの不可。あの私たちの委員長だけなの。あんたが彼女の存在に変わることなんてないよ。それが答え。あなたは、彼女がいいの？彼女を選ぶの？私は不可じゃないって。彼女こそが不可だと。それがあなたの答え。バカ！最初から決まってたんでしょ？私のことを真剣に考えず、初めから眼中になかった。彼女だってずっとあなたを助けてた。あなたたちは真剣に考えてたのは私だけ。こんなのいいでしょ？あなたが望む不可を返してあげる。彼女がいいんでしょ？どいつもこいつも彼女がいいって言うなら、お望み通り返してやるよ。委員長。解けた。キアナ。律者の。ええ。けどあなたももうすぐ死にますけどね。力を分け与えはしない。私の他にあなたを助けられる者はいない。死ねばいいんです。そう、死ね。みんな死んでしまえ。私のために力を使わないで、キアナ。それはもっと大きな脅威のために残しておくべきものなんだから。そう、無駄なことなんてしなくていい。都政の羽はそうやわじゃないんだから。うん、もう一つ方法があるよ。方法はもう一つある。委員長の体を取り返せばいい。キアナ、いけない。あまりにも危険だ。
そうかもね。でももう誰かが私から離れるのは嫌なの。愚か者が、どういうつもり？ドラマの主人公にでもなったつもり？あの頑固者はあなたに諦めるように言ったんでしょ？キアナ、彼女を助けたい？私に勝つことすらできないのに。勝ったとしても彼女は助からないのに。この体は私のものだ。彼女の力で私の体を乗っ取るってありえない。私の体がなければ彼女の力は回復しないんだよ。わかる？勝ち目なんてないの。死ぬしかないんだって。死ぬしかない。愚か者。いいでしょう。そんなに戦いたいなら最後まで付き合ってあげる。キアナ、そしてあなたも、そうまでして。友達には優しいけど敵に対しては手加減しないんだ。これが完全なる聖鋭、完全なる負荷、完全なる